も花火職人のゆうと、キジリとケジです。さあ本日の企画はキジリくん何ですか？笑ってはいけない即興アンミカもうおもろいやん、もうおもろい。あの今もうテレビで見かけない日ないんじゃないかっていうぐらい引っ張りだこですよね。引っ張りだこ、もうまあ皆さん有名なシーンと思いますけど、はい、あのおしぼりを褒めろって言われて、ちっちゃいもののいいところをコップ1個でもタオル1個でも探すのが好き。そのタオルの今できます、褒めれます、褒めれます。白って200色あんねんあのフレーズでコップ1個できるんですかね。なるほど、天才ですよね。これキアが客にできんかっていうことで、単語か相談事を、はいはい、おのおのアンミカさんを宿して、はい、それに問いかけます、はい、宿されたあのアンミカさんは、何宿されたアンミカさんはどんなルール説明？お題と、はい、お題に、まあ、ポジティブに変換するか、はい、アンミカさんが言いそうな感じで回答してください。いいとこ見つけるみたいなアンミカさんの要素を入れてちょっと回答する。わかりました。アンミカ風に仕立て上げる。なるほどね。あんちゃんが言いそうな感じに、あんちゃんって呼んでるお前、アンミカのこと親しいって距離が。あ、でもミカのこと、ミカなのお前は。では本日の企画やっていきましょう。パッ鮭、チャンネル登録よろしくお願いします。笑ってはいけない即興アンミカスタート。まあ単語しかり相談しかり、まあもういろんな形で投げかけていきましょう。まあ見せてほしいよね、まずは。ちょ、俺も全然自分ができるとは言ってない。ティッシュとかどう？ティッシュ、ティッシュってな、泣くときな添えてみ、ここに肌にまとわりついて、なんかあんたのことを支えてくれてるそうな気せへん？言いそうやな、まあまあ言いそう、それいいな、包み込んでくれてるめっちゃ言いそう、みたいなね。なるほどな。なんかもうおのおののミカがおっていいから。うん、うまかった。うん、ダイエットなかなかできません、どうしたらいいですか？ダイエットって結局さ、やろうとしてるけどできへんっていう女性いっぱいおるやんか。あれな、ダイエットって言うからあかんくて、ほんまにバナナだけ食うとったらええねん、ほんまに。これはほんまやで、私やってましたもん。いいぞ、いいぞ、バナナだけでいい、ほんまに。鼻くそ、鼻くそ、あんな、うん、鼻くそってな、みんな塩分がするとか、ね、食べちゃ汚い言うけど、あの何ぼでも食うたらええねん。自分の体から出てるもんやろ、それ食べて何が悪いの？老廃物も自分の息子やん、老廃物も自分の息子やん、そんぐらい持ちいいやめっちゃめちゃくちゃいいそう言うわけないけど、老廃物も自分の息子やん、なんて言いそうやろ。頭おかしいこと言うてるけどめっちゃ言いそう。ミカ中美容整形親に反対されてます、どうしたらいいですか？それはもちろん親は反対するよ、自分が産んだ顔やからね。美容整形せずに可愛くなる方法っていっぱいあるやん、恋愛するとか。恋愛も一種の美容整形やからね。いいね、最後いいフレーズ出たね。いいやん、最後めっちゃいいフレーズ、めっちゃ言ってそう。火山、火山ってな、マントルから火が上がってくるわけやんか。で、危ない危ない、近寄るな近寄るなって言って、火山噴火してさ、大変なこともあったんやんか最近でもな、私もっと火山観光増えていいと思うねん。火山ってな、すっごいエナジー出てんねん、言ったらマイナスイオンとかそんなレベルじゃない、私はそう思ってんねん。私も何度か行ったことあんねんけど、火山行ったら力がぐんぐんみなぎってきた。火山にシート引いておにぎりとか食べ、元気出る。火山にシート引いておにぎりとか食べ。最高やな、お前。よっしゃ、めちゃめちゃいいやん。めちゃみか、火山観光とか、だ、提案しそう。あ、イカ。あんな、イカってな、どっから生まれたかまだ解明されてないね。へえ。だからイカって海そのものやね。偽物やなこいつ、こいつ偽物やぞ。これどうかな、ほくろ。あんな、ほくろってさ、ついてたら嫌やなって思う人結構いると思うねんけど、あんなもんなんぼついててもいいからね。ほくろって前世で恋した数を表してんねん、前世で恋した数を表してんねん。
何人と恋のしたかっていうのを残してくれてんねん。そんぐらい今への北斗ってロマンチックやろな。いそう、ロマンチックやろとか言いそうやわ。毛深くてちょっとそれコンプレックスなんですよ。あんな何度も言わせんとってや。毛深いがコンプレックス。毛って昔からある大事な衣服の一つやんか。毛って昔からある大事な衣服の一つやんか。昔なんか葉っぱで隠してた時代、毛があればあるほどあったかかってんから、それの何が恥ずかしいの。一旦全員裸で世の中始まってみ。あんたがトップやで。でも頭はちょっときてるんですよ。あんな頭がハゲたからってなんなん。そんなん10年先に誤交がさしてるだけやんか。植物さん見てみ、なんぼでも光合成してるやろ。人間も早それせなあかんねん。あんた一歩先にそれできてんねん。いいことやん。アホや。能力素ないやん。がないね。緑の頭やったら許されるけど。旦那がハゲらしいね。あ、そうだね。結構そう。それで外国人やしな。前頭葉が大きくて賢いから髪の毛を交代してんねん。いいね。古着。あんな古着ってな、結構最近人気高まってきてるやんか。でもともと中古やからとか昔のやからとか、そういうのでちょっと汚いっていうイメージがあって人が結構いると思うんやけど、あれって今まで着られてきたっていう物語があるんやんか。その物語の主演を譲ってくれるチャンスが古着屋にはあって、俳優じゃなくても物語の主演になれるんよ。俳優じゃなくても物語の主演になれるんよ。めっちゃ良くない？めっちゃいい。アンミカ先生、宿題を捨ててきちゃいました。アホやな。あんた、私のために宿題やってんの？違うよな。怒られへんためにやる宿題って、ほんまに意味あるんやろか。それって時間の無駄とちゃう？はい。何のためにやってるんかって考えたこととかあるか？ないです。ないんちゃう？はい。だから結局やったらええって思っちゃうねん。はい。どんだけ自分の中で考えてるかやねん。考えてるかやねん。それだけ。はい、席戻り。学校で一番人気この先生、アンミカ先生。むちゃくちゃ響いた心に。中学ぐらいで出会いたかった。出会いたかった、早めにこんな先生に。怒らへんもんな、頭ごなしに。確かにな。めちゃくちゃいいやん。やろうと思うやろ。ちょっとなんか、叩いてくれへん、ケツなんかもう。わからんけど。あんたならできる。あー先生、わからんって、なんか関係性がおかしかった。今ので、あー先生の一言で。先生との禁断の SM プレイみたいになってた。で、セリフがあんたならできる。何してんの？トカゲ。あんな、みんな壁とか走ってるトカゲ見たことある？ひょろひょろひょろって。ヤモリか、あれは。まあ何でもええんやけど、まあ要するにあんな目覚まわりなヤモリとかトカゲとかはもう踏んづけて殺したらええんちゃう？そうか。そう。窃盗しました。どうしたらいいですか？まずは誰よりもお母さんに謝り。はい。お母さん何のためにあんたのこと育ててきたと分かってる？お母さん、あんたにいろんな人にあんたの愛をあげるために産んだんや。でもあんた取る側なって思ったな。だからちゃんと反省して盗んだもん以上に愛返せる人間なのな。出頭してきます。ダメ、ダメやん。アンミカさん、これで全然こんな言わんかったおもろいな、ほんまに本人。
アホやな、あんた警察行きや言うてな。え、ジェノン人手なし前科者早く捕まりもう関わるとって気持ち悪い一緒の空気捨てたらええわとか、あんたみたいなおるからこの世は悪くなっていくねん。もう地球から出ていき、地球から前沢についていき。いかなんこれ、ブーメラン。あんな、ブーメランってさ、投げたらもちろん返ってくるわけやんか。でもそれってなんでかなって考えた時ある？ブーメランってさ、折れてるやんか。ここで人間もさ、一本道ずーって人生順風満帆に行く人っていないわけやんか。どっかで折れるポイント、折れるポイント、ターニングポイントを作っていくのがやっぱ人生やんか。そこに旗立てて、こんなできました、こんなできましたっていうのを旗立てていくのが人生なわけやんか。まあ、ブーメラ全然関係ないんだけど